こんばんは、親父の食卓へようこそ。今日はね、こちら、丑の日なんですけど、二の丑か。この間ね、買って冷凍しておいたうなぎさんを使ったうな丼とね、で、先にね、動画で紹介したうどんと天かす使ってね、たぬきうどんにしようと思ったんですけど、ちょっとね、サラダ的にサラダたぬきうどんにしたいと思います。で、ちょうど海苔があるんでね、焼きのり、これうちらも半額で買ってですかね。これ入れようね。うなぎの方はね、私山椒入れない派なんで、入れてもいいんですけど、この海苔入れるだけでちょっと違うからね。飛んじゃってる感じもするけど、もうこんな感じですね。あとなんか入れるもんねえかな、大丈夫かな。でもここにね、めんつゆぶっかけちゃいます。こういう感じでいただきたいと思います。そしてマヨもね、マヨは一応このカニカマらへんとこのレタスらへんにかけたいと思います。あとね、そろそろ食べないといけないキムチとかもちょっと持ってきました。あとおしんこ。それではね、いただきます。やっぱうなぎからかな。いただきます。安くてね、646円かなんかの時に買ったうなぎです。うん、おいしい。安かったけど美味しいわ。身はふっくらして、皮もゴムじゃないし、うん、おいしい。珍しいよ、1年に2回食べるの。ご飯ちょっと固めだったな。チャーハン用に炊いたやつだから、まあ固めのご飯好きなんで問題ないです。うん。